皆さんこんにちは。ファクトリーギア TV 工具好きでございます。はい、イベント動画が多すぎるということでね、好きな人は大好きだけど、いつものでやんないといけないんだよ。そうですね、高野から5分以上見れないっていうね方もいらっしゃるんで、やります、それもね。だけど今日はギガファクトリーギア神戸でね、初の試みマルシェになってるんですよ。でしかも日曜日と月曜日ということで、昨日日曜日で今日月曜日で、比較的今日はね少しゆったりした感じでございますので、今までとにかくさ紹介してないブランドのものを紹介したいなと思って歩き出したら、いきなり最初にハゼットさんですよ。いいのこれっていうのがあるんですよ。16万8300円、79,659円ということで、まあマルシェならではのセットなんだけど、いやーたまんないですねこれ。社長買ってって言われて本当買っちゃいそうなんだけど、今マジで本当買いそうなんだけど、これ見てよこれ、ほら、俺買っちゃおうかな。もう1個しかないんで。ちょっと1個しかないの。1個しかないんです。どうしよう今日。つまりこれ YouTube 撮ってるけどさ、はい、なくなったら意味ないよねこの時間。そうだよ、いいだろうって言ってみんなにあの自慢するだけの時間になっちゃってるけど、はい、これ2018年の150周年のやつがたまたま1個残ってたっていうことで、こういうのあんだよマルシェって、ね、ビットのいっぱい入ってるやつでしょ。あ、入ってます入ってます、うん、これね、ほら新しいバージョンのビットですね、はい、これでしょ。大好きな90万ギアのさ、ほら、ほんとファクトリーギアのこういうとこ来るとさ、俺買ってんだよな、全部な。もう昨日もいっぱい買っちゃったんだよ。でもキープしてください。ちょっとすいません、俺買ってたらごめんなさい。ということで、ちょっと奥の方がちょっとあの通常常設じゃないねブースがあるんで、そこちょっと行ってみたいと思います。これね、マルシェならではの、これ日本でほとんど流通してないですよね。そうです、この、はい、このカラーリングのやつ、はい、でこれ、うん、カラーリングとこのパイプのセットが結構特殊で、はい、カラーリングだけだとあるんですけど、うん、まあ、オリジナルセットを組むことによって、うん、まあ、ちょっとあの金額が、はい、かなり安くさせていただいておりますけど、これめちゃめちゃ安いですよね。だからこれマルシェ特典ということですよね。あ、そうです、はい、でちょっとこれは2つついてる、これ何ミリが対応なんですか、このエクステンション。これはね、18.65になりますね。こんな感じで、こういう感じ。俺、ね、こっちの方が使いやすいな、あのワイズさんのより分かりやすいから、ね、俺もいつもワイズのあれやるとき悩んじゃうんだよ。どうですか、悩まない？悩みません、ワイズ。分かります、まあ、そこはあのお好みかな。お好みかな。これいいね、これね、これすごくいい、うん、これもだけどマルシェでもし余ったら、分かった、今決めた、マルシェおこぼれ企画ってやるわ俺。ネットでやろう、マルシェおこぼれ企画で、マルシェ終わった時に余ってたらこれね、この企画大丈夫ですよね、はい、でちょっといくつか限定でやらせていただくと、はい、はい、って言ってくれたからエイトさんがね、じゃあそれちょっとあの企画しましょう、はいはい、ちなみになんですけど、あの、パイプなしで定価が11,800円、うん、ちょっと待って、パイプなしで11,800円、はい、これやっぱりおこぼれ企画やった方がいい。そうですね、これは軽っ、すごい軽いですねこれ、はい、やっぱりこれは蛍光する人のためにこう軽い重量で作ってるみたいな感じなんですかね。ですね、もともとこれ、うん、あの自転車乗られてる方とか向けに結構作られてまして、自転車乗られる方ってあのユニフォームの中にそのままパッと入れちゃったりとかっていうところがありまして、まあそういう方向けにといいますか、それで重さもね、はい、考えて作られてるということです、はいはい、これもなかなか普段ファクトリーギアでね、あの見られない工具なんで、はい、今日はありがとうございます。いえいえ、とんでもございません。はい、ありがとうございます。昨日からちょっとね、注目の商品こちらね、エクステンション高藤さんの、俺はこれ前も言ったけど、本当によくまあ作ったなっていうぐらいのもので、すごいですよね。今まで400だったんですけど、今回さらに長いの出してたでしょ、はい、俺いいのかな。大丈夫です、大丈夫、大丈夫です、大丈夫。いや、こっちは大丈夫だと思うけど、この先につくレンチが大丈夫かなっていうのはあるんだけど、それは要はレンチの、適正トルクで回してください、適正トルクで使ってねっていうことなんだけど、まあそれはお任せします。だけどお任せします、だけど欲しいよね、確かに。もかなりの、そうですよね、いただきましたね、これはかなりいい注目の商品だと思います。ありがとうございます。そしてこれ、この間のあの工具大好きの公開収録やった時に、佐田くんがクレーンを折っちゃって、
大変なことになっちゃったというので、今話題のクレヨン折れ事件というのを佐竹が起こしてしまいまして、でも相変わらず人気なんですけど、今日はさっき見て一番欲しいなと思ったのはこれなんですよ。ピカさんのって大体皆さん一本持ちとかしてて、大体鉛筆なら鉛筆だけで使ってる人たち多かったんですけど、だんだんいろんな種類が増えてね、そうですね、いろいろと欲しくなっちゃうわけですよ。でね、まあこうやってね、ペタプラさんのところにこうやって入れてる人いるんだけど、でもねこれね、芯とかもあって、芯とペンといろいろあってどこに入れたか分かんなくなっちゃって、芯を買いやったのにどっか置き忘れちゃったり捨てちゃったりとか、捨てちゃうことはないけど置き忘れちゃったりなくしちゃったりすることあるのがケースがあるんですよね。はい、そうこれあったらちゃんと保管できるじゃないですか。ちょっと開けてもらっていいですか。はい、ね、だいたいピカの一本差し二本差ししてる人、ほらこれ開けるとね、1、2、3、4本入ってるんですよ。まあこれ鉛筆と、はい、でこれがインクですね、インクの方ですね、はい、マーカーです、ね、マーカーと、これが、はい、クレヨンですね、クレヨン、はい、話題のクレヨン、はい、とあとこの白ってのがあって、この白はほとんど見たことないですよね。これまだ日本では未発売です。未発売で、これ白って何が違うんですか。これ、これ普通の白のマーカーっていうのは、あのよくカチカチ鳴らす、まあ、振ってカチカチ回す鳴らすんですけど、はいはい、これはもう鳴らない、もうそのままあのペン蓋を取ってすぐかける、かけちゃう、カチカチするしない、すぐかけちゃう。で消すのも普通に一回乾いちゃうと耐水性はありますけども、うん、消すときはアセトンとかですぐ消せる形ですね。これね、これも相手選ばず、これもあんまり見ないですよね。そうですね、これはもう錆びてるところとか、まあ、汚れてるところでも簡単に何でもかける。で耐熱鮮度まであのいけますので、アイマークとかそういうのには結構、はい、あのよく使われてる商品になります。でね、こうやっていいの出てくるじゃん、ピカさんので、いろいろ持ってどこ入れてたか分かんなくなった時にこのセット、これもあんまり見ないですよね、日本でもね。そうですね、はい、もう今あの扱ってる店舗で全国でもまあ10店舗15店舗ぐらいしか扱ってませんので、ね、かなりレア商品です。1万円切るぐらいで、1万円切るぐらいで、はい、ということでございます。はい、はい、ありがとうございます。これも初登場じゃないかな、はい、はい、でこちらでございます。これあんまりギャフェスタで見ないよね。これ DIY ショーでちょっと見て、はい、すげーって言って、これ見てくださいよ。これ別に最初からこの色なんじゃなくて、普通のゴム手に塗ってんので、パリパリしてないの。割れるでしょ普通。割れないんですよね。なんでこれ割れないんですか。いやこれも特殊なね、やっぱ樹脂を使ってて、はいはい、そもそもこの塗料自体がもう 300% 伸びるんですよ。伸びて縮んでってするんで、うんうん、まあ、このゴム手袋これぐらいやったぐらいでは、うん、まあ、まず割れることはないですね。だからこう靴とかも濡れちゃうんでしょ。そうです、例えば靴もいけるし、うん、この長靴とかでも、長靴、金の長靴作れる、はい、全く問題ないし、ヘルメットも、ヘルメットもチューブも、でこんなんやっても割れない、メッキのチューブみたいなのも作れちゃう。いろんな素材に使えるんで、はい、これプラスチックもいけるし、はい、こういうとこは金属なんですけど、うん、これ金属もこう直接塗るのは簡単なんですよ。普通に手で、あ、どういう風に塗ればいいんですか。これスプレーもあるし、そう、缶スプレーもあるし、はい、こういう小瓶で筆で塗る方もいれば、うん、と最近やっぱエアブラシとか、うん、電動のものもあるんで、うん、そういうので色の種類もいっぱいあるし、大きさもいろいろあるってことですよね。そうですね、基本はこうちっちゃい 15mm サイズが多いんですけど、1個792円ぐらいで買えるんだ。これ試しにやったりですね、いろいろ、ね、いやいや本当にお手軽に。乾くのはどうなんですか。大体手で触るってなってきたら、最近の気温だとまあ大体30分から1時間ぐらいになるので、もうこんな感じでいろいろ手で触っても指には使えるから。これは楽しいね、いろいろできちゃいますよね、うん、ウレヒーローね、はい、ウレヒーロー、ウレヒーロースプレーもあります。はい、こんな感じでウレヒーローです、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい。最近ちょっと注目の工具が、僕ら昔からだとクレインって言うんですけど、はい、で一般的にはクライン、クラインツール、はい、ということでクラインツールのご紹介なんですけど、これこの間 TBS ラジオの方でご紹介させていただきまして、でそれ YouTube で公開してからもう大変なバカ売れで、はい、欠品になるんじゃないかぐらいの勢いで今売れてる。今回初めてマルシェで、はい、国内で大体的にこう販売させてもらったんですけど、うん、あ、そういうことです、ね、完売です、完売、完売、残り2つしかない、残り2つ、はい、差し込んだまんまで、はい、7、8、10、12、13、14で使えるっていうの で、 そうです、あれデモ品や、デモ品ありました、おー、あります、あります、
アメリカでフリップ式って言うんですけど、ファクトルギアさん、はい、ネーミングおしゃれ、ロケット式、ロケットって言われてる。誰考えたロケット、分かんないです。ロケット鉛筆みたいな、だからロケット式って。電工さん向けなので7、8、10、12、13、14、うん、はい、うん、が使えます。で、例えばよく使う13行きたい場合は13のやつを選んで先頭にロックさせる、うん、で、これで使っていただく、うんうん、で、途中でセット変えたいという場合に工具箱がなくても衣を抜いて、うん、これ俺もうなんかね、すっごいわかる。めちゃくちゃ便利。わかるっていうか、工具箱から8と12、13持ってって結局使うのは12ミリだけとか、ね、しかもよくなくしちゃう。そうで、置いたままやっちゃって置きっぱなし忘れちゃったりとかいう、だらしない何言ってんだよと思われるかもしれないけど、もうそういう、そういう人、ズボラな人には、ズボラな人なんで、もう持ってこいのっていうやつで、はい、今もう大人気、話題の商品でございます。しかも、はい、結構ね、この色合いが可愛いっていうふうに言われてて、レビューとか見ると、うん、可愛いっていうレビューが来てて、うんうん、ちょっと私もびっくりなんですけど、はい。で、もう一個今日気になったのがこれね、はい、これ、うわーっと思って、はい、クラインにも、はい、こうプライヤーレンチだ、はい、プライヤーレンチがあるじゃんと思ったわけですよ、はい、これもう大人気なんですよ、プライヤーレンチ、はい、これ家に1個あるとめちゃくちゃ便利じゃないですか、はい、だけどプライヤーレンチ、あれなんかついてるぞ、はい、ついてるぞ、ついてるぞと思ったら、はい、これひっくり返して、はい、ひっくり返してなんとパイレンになると、ほら丸物も回せるプライヤーレンチ的な。そうなんですよ。どういうことと思って、はい、しっかり掴む、ね、しっかり掴んで、はい、しかもこここうなってるんだね、はい、ちゃんとここが滑らないようになってるんで、はい、ちょっと今みたいにサイズあれちょっと間違えたっていうところでも最後ここで引っかかってくれるから。そうなんです。たまにナット締めたいってあるじゃないですか、うん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 、でも頭壊しちゃいけないので使えないんですけども、うんうん、これだと入れ替えていただければ、うんうん、文句になるので、うんうん、はい、これもズボラな人にはアイアレンジ、これね、何が素晴らしいって、こうしっかりと握って締められるから、はい、そうなんです。要は遊びが全くない状態でいけて、でしかも手を離すと、はい、回した時に早回しできるんですよ、ほら、はい、こういう、要はプライアレンチの特徴ね、はい、こういうプライヤーレンチ、プライヤーなんだけどレンチって言われる特徴はこれ早回しができるっていうこと、っていうことと、ここがフラットなので、はい、あの端子とかも潰せるんですよね。そうですね。クラインツールってあのアメリカの会社で167年続く新設なんですけども、もともとこういう万能ペンチ、うん、ただ お話したいのは常にこう電工の作業者に沿ったもの作り、うんうんうん、じゃあこれ見てください、はい、でこれ有名なマークだけど、そうなんです。まあ、あの電気工具界のスナップオンっていうぐらいね、あ、そうですね、まあ、言われ方をするぐらい、ね、まあ、はい、ブランド工具なんで、はい、アメリカでは大人気っていう。だからそのペンチだけじゃなくてこういう便利ツールとか、うん、あとね、うん、E-Pad とか、これね、はい、これもちょっといいですよ。これもなかなか取り足楽で、なんかこれ履いてスタバ行けるってさっき言ったけど、全然ない。スタバはコメダコーヒーぐらいだね。コメダコーヒーぐらいだね。買おうかな。スタバは行けないけどコメダ、コメダさんすいません、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい。で、あとね、これ通販で見て気になったんだけど、ジェントスさんから出て小型ブロワーで充電で水滴飛ばせるってやつなんですよね、うん、これも出たばっかりということです、はい、で、あとね、これね、ベッセルさんね、もうこれも今、話題の商品、なんかどっかの似てるんですけどありがとうございます。で、まあ、ちょっとこれ今回あの初登場ということで花岡シャルさんなんだけど、もう見た目がネイビー、アーミー、もうなんか軍用な感じしますよね。そうですね、めちゃくちゃタフなやつで、こちらの方がフラットカップ 2x4 という形の製品になっております。で、今2輪タイプで70キロ、うん、で、こちらの方あのつまんでいただきますと4輪タイプになる、うん、で、こちらの方で120キロまで、120キロ最大の特徴としまして、タイヤが折りたためる、すごい邪魔になってくる、収納の時にタイヤが邪魔になってくるんですけども、こちらの方が折りたためるような形。おお、簡単、しかもで、広めてみてください、はい、広げた、広げた、うわー、いいえ、これね、ちょっと花岡車両さんってあれなんですよ、アウトドア用品屋さんじゃなくて、もうバリッバリのインダストリーギャル系の運搬機器メーカーなんですね、はい、で、そのデザインがなんかね、めちゃめちゃこうアウトドアグッズに見えるけど、ね、もう座ってみたら分かるけど、めちゃもうタフです。なぜかって言ったら、もうそういう産業のね、工場の現場とかで使われてるものなんで、はい、
色違いもあるのこれ。そうですね、青色と黒色です、ね、青色と黒色と、あとは収納バッグっていう形で、こちらの方入れていただいて持ち運びいただけるような形です、まあ、インダストリアルなメーカーさんが結構要は一般的なところも意識してデザインされたって感じですよね、はい、おっしゃるとおりです。タイヤも太いしさ、もうちょっと外とかで使うときにも絶対いいよね。そうですね、アウトドア、アウトドアで、はい、お使いいただきます。はい、ありがとうございます。これ最近ファクトリーギアもあのオートモーティブ系だけじゃないお客さんがいっぱい増えてきて、ちょっとこれはね面白いですよね。はい、はい、MCC さんです。化粧管を締め付けるリンチになります。今までですとこういった管にこういったコーナーレンチとかパイプレンチとかでタオルを巻いて締めてるっていうのが現状、もしくはあのベルトレンチですとかフライヤーのプラスチックでつけてるやつで締めるっていうのが今までの現状だったんですけども、どうしても傷ついたりすることが多かったもので、あのグリップレンチっていう商品、まあ、あの 13A 用と 25A 用の2サイズを出しまして、あのこのまま締めてもらってラチェット式になりますので、あのパイプには傷つけずにそのまま締め付けられるっていう工具です。まあ、あのこれ もちろん配管屋さんもいいけども、結構パイプね傷つけないで回したいっていうのは、はい、まあ、一般的にもあるし、ありますね、いろんなシーンで使いますよね、はいはい、パイレン使っちゃうけどパイレンで傷つくのやるっていうのはいっぱいありますもんね、はい、ですので今までありそうでなかったレンチ、これサイズ的にはどういうふうに使い分けできるんですか。13A はもう 13A 用になりまして、はい、13A っていうと 13mm の直径、そうですね、はい、4分のパイプになります、はい、4分のパイプ、はい、でこちらが 25A用はインチサイズのパイプになります、うんうんうん、というので、はい、綺麗に回せるっていう、はい、他のやつがね、はい、綺麗に回るということで、はいはい、ありがとうございました、はい、よろしくお願いします、はい、これすごいですね、これズブってこうつけて色つけるやつ、水圧転写っていう、ね、水圧転写で、はい、2つとして同じのがない、水がこう水でできた模様がそのままなってるって、ね、転写されるってやつですね、これすごいね。で今日僕ねちょっとこれぜひご紹介してくださいってお願いしたのはこちらなんです。はい、導火線のフレア工具ですね。エアコン屋さんですよね。フレアリングツールの、まあ要は電動コードレス版ということですね。クランプに導管を固定していただいてギュッと締めます。ここが引っ掛けになってますんで、うん、よいしょ、引っ掛けて、あとはコーンを前進させます。あとは後退ですね、後ろに。これで加工が完了、まあ、こういう動きをしてますね。この動きがすごいよねこれ人間の手でやったらどれだけ大変かっていう話になっちゃうけどね。そうですよ、こういうことですよね、うん、まあ、フレア広げるということで、これおいくらなんですか。こちら一応あの今日のお値段で、うん、7万7千円というふうにしてますけどもね、あの一連セット品になってますね、うん、クランプであったりとか、うんうん、チューブカッターもついたお値段、うん、このも電動工具まで含めてってことですよね。そうですね、もちろんね、はい、これはもう今ちょっとシーズン的に言うと空調さんもオフに近いけれども、そうですね、ただもう最近はもう1年中ですね、本当に、うん、あとは今まで使われてなかった東北の方だとか、うんうん、北海道の方でもやっぱりエアコン非常に需要多くなってるんで、うん、もう本当に年間ずっと売れ続けてるような商品になってますね。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっといかにもちょっとマルシな感じのなんでこれなんか飲めたり食べたりする感じなんですか。はい、はい、もうあの試食できます。防災備蓄ゼリーで6年持つゼリーになります。6年ですよ、普通は3年とか。そうです、もう1年半とかで、それ以外だとやっぱ3年が最長なんですけど、はい、世界初で6年、はい、食べていいですか。はい、どうぞ。どれが一番美味しいですか。美味しいです。このグレープはあのJAXA さんと一緒に去年宇宙に ISS に行った、はい、ゼリーな。じゃあ宇宙飛行士気分でちょっと、はい、うん、まずくない大体まずいじゃないですかね。そうですね、なんかね、これ食べると生きていけるっていうね。そうですね、一つでおにぎり一つ分で二つ食べたら乾パン一貫食べたのと同じカロリーが取れるので、うん、でこれやっぱりお年寄りとか小さなお子さんとかね、はい、そういう方たちがこう災害の時でも、はい、食べるのが大変だっていう時にゼリーなら食べられるだろうみたいな感じでこういうものになってるってことですよね。はい、あとはあの、うん、いろんな国の人たちのためにあのお肉、何のお肉が食べれないとかがないように、うんうんうん、ハラル対応にもこう対応できるような形で、うん、グレープとか、うん、
果物を使っているような形になります。まあ、これからね、まあ、本当に日本もいろいろね災害とかすごい多くて一言だと思ってるかもしれないけど、まあ、ワンパックぐらい家にあればいいし、はい、あといろいろ会社ですよね、はい、会社なんかはやっぱりある程度従業員の分とかを確保しておかなきゃいけないなっていうのと、まあ、それがあれば、ね、家族とかねそういう人たちも助かる可能性があるんで、はい、まあ、ぜひちょっと6年だから、ね、6年持つんで一応ちょっとね、はい、あのそういう形での一般家庭っていうよりも、まあ、今会社経営していらっしゃる方とかそういうところでこう採用していただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。マルシェお楽しみいただけたでしょうか。はいね、すごいですよ。ここはあのギガファクトリーは神戸なんですけど、見てあれふわふわドームってのありまして、ね、お子さんがいつもぴょんぴょん跳ねてるんですよということで、まあ、お子さん連れで来ていただいても楽しいですし、地下には山田ストアもあるということで、まあ、ギガファクトリーギア神戸ね、大きな駐車場があって、まあ、少し郊外なんですけれども、売り場が広くていろんなものが一日で見れるということで、まあ、こういったイベント定期的に開催していきたいと思いますので、ぜひ皆さんも遊びに来ていただければなと思います。それではまた皆さん、ちょこちょこっとした5分以内の高野倉もやりますんでお楽しみにしててください。それでは皆さんさようなら。